ちょっと合ってるかどうか分かんない技術なんで、配信の外で言いたいんですけど。みんな聞いてます今。マジ？この手いいな。この手いいですか？あ、まあ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 、悪くはないですね。モコちゃんが思ってる10点増しだね。本当ですか？うん。いや、なんか高くないじゃないですかこの手。あー、始まった。うん、うん、そうだな。ドラなし、赤なし、赤なし、両面なし。はい。でモコちゃんは、まあ、できてるからいいです。モコちゃん45点とかでしょ？そうですね、それぐらいかもしれない。うん、これは55から60の手なんだよ。あの、麻雀の4面ツイ1ジャントを作るときに、はい、ハイパイでこれがあったら強いですよ。馬娘でいうとこのスーパークリックみたいなのがあるんですけど、はいはい、3456と4567っていう4連続持ってるとき強いです。うんうんうん、うん、2345はダメです。いいっすか？うんうん、はい。3456層あるじゃないですか、これ。強いですね。はい、これ2面積確定です。覚えておいてください。ハイパイの時点で、3456か4567を持ってれば、それだけでまあまあって覚えておいてください。はい、わかりました。金スキルですね、ここが。金スキル。もうこれ、これはね、これが2面積作れなかったら、僕、麻雀やめてもいいです。はい。いや、わかりました。確定です、これ。はい。できそう。どうかな。いや、できるんですよ。いや、絶対できるんです。うん。ここの9ピンどうですかね？ちょっと待ってくださいね。若干怖いのは、はい。これを超強い人がやったんならいいんだけど、はい。クイタンが好きっていう理由でやっちゃってる人はやばいんですよ。うんうんうん、うん、うん。シャーが安全牌候補だし、シャーチャだし、いざとなれば、クイタンで誰、なんだろう、先点で蹴っちゃうこともできるし、はい。っていう風に思ってるとやばいんですよね。うんうん、うん。クイタンっていう意識さえなければ、はい。まあまあ悪くない9ピンですね。うん、うん。はい。デメリットは、親の現物を1枚減らすことと、親が第1弾に9ピン切ってることで、いつもよりカンパーピンが悪くないことで、はい。はい。チートイツっていう役を見なければ、ここでロースを切ってもいいぐらいですよ。うん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 。ローソーとかパーマンとかね。ローソーか。あ、そう、パーマンは思いました。うん、パーマンと9ピンどっちにしようかなって思いました。うん、始まった。この時。モコ、始まった。はい。モコちゃんがいけないのは、はい。3456の優位性が分かってない。このパイシを34566って分けちゃダメなの。はい。これは3456と6が1個浮いてるだけなの。はい。3445っていうパイシは、345に4がくっついてるんじゃなくて、34と45に2分割されてるの。そうですね。そうなの。うんうんうん、この手は、差し頃に6が1個あるだけなの、はい。この手の価値っていうのは、3456、白でも一緒なの。マジで。マジで。チートイツでもやらない限り、この手は、本当だよ。この手はいらないんだって。ローソーウーソーでイーペーコーとか、もうイーペーコーなんて役はこの世にねえから、はい、いや、うん、まあその気持ちはもうわかります。うん、うん、はい、この手はね、差し頃に関係に6が1枚ローソーが1枚ひっついてるだけなの。うん、もう予言してあげるよ。あなたはこの後有効牌を3回引く以内にローソー切るんで。あ、どうだったかな、はい、忘れちゃいましたけど、はい、はい、じゃあ行きますね。うん、あー、ほぐして、そっちほぐしたか。パーピン引いちまったな、やっぱり。引いちまいました。あ、ローソー25に切ったな。ローソー切りました。まあ、三蔵でも切るんだけど、はい。うん。もっと他のでも切るから、うんうんうん、まあ、1から8まで全部でローソー切るんで。はい。うん。ずいぶん俺と最終形が違うな。あ、どうな、そうか、そうですよね。だってここでローソー切ってるんですもんね、タカちゃんは。そうだよ。タカちゃんローソー切っちゃうよ。うん。はあ。でも、あの、特に、リャンウーソースチーソー引いてないんで。はい。まあ、一緒ですね。
一緒というか、まあ今回はひどいことになってないし、カンパーピンを捉えて、うん、難しいですね。イーシャンテンで終わってますね、どっちみち。うん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 。オッケー、悪くない、いいよ。はい。うん。さあ行きます。ストップ。ストップ。これはもう言って難しいですね。ああ、なるほどね。もう意味わかんないですもん、ちょっと。ああ、意味わかんないよな、確かに。はい。どうしたらいいのって思ってます。気楽に考えてほしいんだよ。はい、この手はまず E1 がいらないことは誰でも一緒なんだけど、はい、スーマンウーバンがまずどっちかがいらないことか、ウーソーがいらなくなるかみたいな話で、うんうん、ツモに聞けばいいだけなんで、あんまり難しく考えない方がいいっすね。多分、はい、ウーソー切るかスーピン切るかになってっちゃうんだけど、うんうんうん、チートイツになっちゃうと上がりにくいね。うん、どちらかといえばなんか、うん、例えばシャーとか持ってきたら、もうチートイツ固定しようかなみたいな、うん、ちょっと思ってたんですけど。ああ、よくないですね。まあでもそれメリットは。良くないなって思う。あ、でもメリットはありますよ。親がドラ切ってるんで。はい。あの、親の現物持ちつつ、うんうんうん、上がった時に高い手組めるんで。そうです、そうです。だけど、この手って、さっきまでと違って、両面結構あるんで。はい。で、両面ってさ、実質3種類しかないんですよ。うんうん、14と69って一緒じゃないですか。左右対称なだけで、はい、うんうん、だから両面って14と25と36しかないんですよ、うんうん、でその中で14と69が一番いいんですよ。で、うん、上がりやすいってこと、はい、うん、ってことはこれって69番と1数層と69層だよね。そうです、そうです、うん、どっかで嘘をぶっ放しちゃえば、うん、まあまあ悪い手じゃないんですよこれ。なるほど、うん、チートイツに向いてる手じゃないんですよこれ。そうかそうか。ちょっと合ってるかどうか分かんない技術なんで、配信の外で言いたいんですけど。みんな聞いてます今。マジ？今聞き耳立ててますよ。いりますよ、いります、どうしようかな、聞きましょう、聞きましょう。あのね、偶数の牌が多ければ多いほどチートイツ言ってください。うん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 、で、奇数の牌があればあるほどピンフやってください。だけどこれは合ってるかどうか分からないんで、でも僕はそれを大事にしてきて、多分一番強いんで。だけど、めんどくせえな、この話。この話するとさ、あの、中途半端なやつがさ、反論してくんのがめんどくせえんだよ。俺、討論する気ねえのよ。僕が料理人だとして、はい、僕は美味しく作るのに、この調味料を使ってるんですよ。うん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 、そして、この方法で調理してるんですよ。はい、だけど、それは違うんじゃないかって言われるのがだるくて、麻雀の話したくないんですけど、聞きたい人たくさんいるのに、もうそういう人もったいないな、本当にだりめんどくせえから、そういう人がいるせいで、うん、今の話で言うと、はい、これは結構奇数557万とか三蔵運送地位層とか、はいはい、結構奇数絡みなんで、さっき言った1469の両面が多いことと、はい、急所の三蔵地位層地位満っていう奇数を持ってることでピンフに行きたい手なんで、これはピンフ手だったんですね。はい、ここでウーソーかスーピン切ればこの手まとまりますよ。うわ、私どうしたかな、なんか結構チートイに見えちゃったかもしれないな。おう、でもモコちゃんはスーピン打ちそうだけど。あ、ウーソー聞いてました。あ、悪くないよ、悪くないよ。うん、悪くない。なんかでもなんかこう私のこの今の気持ちとして、はい、不安なんですよこの中ハイばっかの時って。あ、わかるよ、わかるわかる。一つもメンツができてなくて、でもさ、ハイだらけでちょっと不安なんですよね。え、モコちゃんってコンテンだったら死ぬの？死なないですよ。いや、あのさ、考え方としてさ、モコちゃんさ、はいはいはい、麻雀を長く続けるんだったら、はい、中ちゃんパイだらけを怖い理由って、誰かに振り込んじゃってラスってポイント失ったりするのは怖いんでしょ？そうです、そうです。やっぱだけど振り込むってことは勉強するってことだから。あー、めっちゃいいですね、その、うん、あなたの技量で振り込むっていうのは、構えが悪いか準備ができてないとか、あるいは振り込みのパターンが知らないっていうことなんで、はい、はいはい、もうちょっと振り込んだ方がいいと思うけどな。僕はさ、モコちゃんの例えば2倍勝ってる、勝ってきたかもしれないけど、モコちゃんの2倍じゃないですよ。もっと負けてきてるからね、あなたの3倍以上。うん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 。僕はあの日本一に例えば30回になったとしたら、まあ、300回は出てるからな、その270回以上負けてるからな。たくさん振り込んでるから、この瞬間にリーチ来て、はい、スーピンで振り込んじゃいましたわ。もう通ってきた道だからな。
うん、そこショートカットしねえ方がいいと思うよ。なるほど。うん、あのめちゃめちゃ格言なんですけど、いや、あの自転車で転ばねえで競輪選手になった人いねえと思うんだよ。はい、うん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 、逆に危なくねえ、その転んだ痛さが分かんねえやつって。うんうんうん、おう、だからモコは死なないんだったら振り込んだ方がいいと。死なないでもモコちゃんって突然消えるじゃん。いや消えないですって。だからあ、そうなの、なんかそういう歌があったからさ、うん、なんか確かにモコちゃんが消える歌があったから、ちょっと恐れすぎなとこあって、そうだよ、打ってて、そう、弱い気だなとか思ったりするんですよ。そう、うん、振り込む前に恐れて消極的な打敗になるよりは一通り振り込んでみねえと守備って覚えねえと思うけどな。なるほどなるほど。まあちょっと進めてみて。ん、私レベルが突き詰めると、うん、やっぱ補充することってたくさんあるじゃないですか。ああ、あるよ。こうなんかそう突き詰めなければ補充しなかったのに、うん、突き詰めたことで補充しちゃったみたいなことがあるたくさんあって、あるあるある。こう例えば頑張ってテンパイしちゃったから補充しちゃったとか、ある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 。なんかそうなるぐらいだったらやめた方がいいのかなとか思ったりする時があるんですよ、たまに。それはだから無駄な頑張りを減らせばいいだけだから、振り込んでみて頑張ってこのリーチドライチカンチャンでリーチ打てました、でも振り込んじゃいました、追っかけられて、うんうん、山にいないリーチしてましたは、はい、そこで勉強すればいいから。なるほどなるほど。そう、なんでこんな頑張っちゃったから振り込んでんだろうと、はい、うん、うん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 、そういえばタカちゃんだったらハイパーから降りてんなとかさうん、そういうのを思い出してくれりゃいいんだって。はい、うん、わかりました。あ、なるほど。どうなったんだよこれ。もうなんか怖いですよね、もうこの準備とか。お、でも三蔵があって、あ、リーチ来ちゃった。リーチ入っちゃいました。うん、これ逆になんかリーチが入ったことでちょっと分かりやすくなったなと思ってたから。あ、いいんじゃないですか。はい、これは降りましょう。はい、これは降りましょう。いいと思います。はい、はい、はい、うん、へえ、普通の両面。はい、で、何ニュート、うん、いきますね。ちょっと待って。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。